ープ佐渡陣です。プラサカプコというゲームセンターに来ています。今回狙うのはこちら、ナポリタン。まあナポリタンでもあるし普通の焼きそばもありますね。ジャンボ学校で作った焼きそばパン、焼きそばソーサージ。これスクイーズですか？多分スクイーズです。スクイーズです。500円6回やっていきたいと思います。これリングに通さないといけないやつ。ほい、どうですか？え？やばくないですか？優しい設定。2回目いきます。やばい、ミスった。ミスったな。ミスったけれども、2回目はミスりました。3回目ちょっとミスったな。これあれですね、リングにかければ取れるパティ。残り3回ナポリタンいきます。ちょっと下手くそでした。でもリングにかけたい。そこ、よしよしよし。やっぱリングにかけると強い。さあ、あと1回で取ることができるのか。いきますよ。ミスりました。取るまでやりましょう。やりましょう。やりましょう。ジャスティス。いけ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 。おお、どうどうですか。円に入れたらやっぱ一発なんだ。そうですね。レビューしてみますか。開けて、これ全2種類ですかね。さあ行きます。はい。え、これ紅生姜入ってなくね。あ、紅生姜はオプションなんだ。あれやばい、これ取れますよ。これ輪ゴム入ってます。あ、そうなんですか。そう、匂いはないですね。匂いはないんですけど、すごい結構な低反発です。でもこれは、まあ、出しても遊べますけど、袋にしまっておくのがベストかなと思いますね。OK。 仲良しパン製菓開けます。あ、これもさっきの焼きそばと色違いです。ゴムが入ってます。で、焦げ目がちょっと薄い。すごい、すごい気持ちいい。で、これはゴムですね、ストレッチ素材。はい、こんな感じです。ナポリタンです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんも見かけたらやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こんにちは、サトチンです。中野ブロードウェイのリバティというところに来ています。今回のはこちら。君の名は映画とは関係ありません。名前を当ててみてください。